そうですねもう終わってかれこれ二十年以上経ってこうやってまたイギリスの方で騒いでいただけるというのは非常にやっぱり何よりも最初に言したいのはこの番組をやっててよかったなっていうこれでしょうねやっぱりそれしかないと思いますはいこれだけさそれ以外またイギリスがこうなる前でもアメリカでとかあちこちでもあの放送されててそれなりのいろいろ反響をいただいてたんですけどこの度本当にイギリスでこんななんかまた違う形の、えー、チャンネル TV さんのというかイギリスで 騒いいでもらってると非常に嬉しいやっててよかったこれ,が <music> これはまあ自分の試験ね私の試験ですけどもやっぱりなんかこうみんな泥だらけになって遊びたいっていうあの竹四郎の原点は大体があの水と土なんですねコンクリートではないっていうそういう意味でまあ子どもの時からなんかこう今どんどんこの都会がビル化というかこうコンクリート化してる中でああいうふうになんか子供のようになってこう遊べるというか。 ゲームできるというのはなかなかないからそういう意味でなんか泥だらけになりたいなまあ人間みんな持ってるなんか本質の中に子供心に帰りたいというかなんかそんなのにちょうどマッチしたんだと僕は思いますね。はい いやもう今日もこ,これ来る前に本当にねせっかくそうやって遠いね早くイギリスからいらしていただいて僕らからさイギリスですよ!ね」お越しいただいてそしたら精一杯まあ、自分のやれるものをやってみて自分たちこうやってやってたんだっていうのを、えー、お見せしてあとはもう、あのー、向こうのイギリスの皆さんに判断していただいて、うん、こんな、えー、谷はとこんな隊長もいるんだけどもっていうことで判断していただいてこの番組を本当に 楽しんでいただいたらもうそれであの自分のあの使命は果たせたつもりでいますねはいこれはですねあのー、TBS のカズラプロデューサーそれこそから話をいただいて本当にますこれ今本当に内緒の話なんですけど一、えー、話目の始める前にあのー、テスト用ちょっと作ってるんですこのテスト用は僕が殿なんです。 で名前的に言って、まあ、わからないかも、柳沢慎吾君が僕の、あ、えー、の、部下。そして、武さんが攻撃隊の隊長で、ちょっとやってみたんです。で、やってみたら、これ、攻撃隊の隊長やってたら、いろいろ全部参加しなきゃいけなくなりますね。まあ、殿もいい判断したんでしょう。やっぱ俺は上州の殿になるということで。<laughs> でそうですね、えー。今はもう世界のね、北野武監督ですけども、いや、もう相変わらず。 あのまんまの感じでした。えー、ロールスロイスで来てね、えー、そういう感じでした。えー、だけども本当にみんなをなんかあの竹島軍団をすごくよく面倒見てたし、それでみんなでもご飯食べに行ったりいろんなしてたから、今でも会うと僕はもう都ので隊長というそれはもう本当に多分永永久に不あの不滅っていうかもう多分それだと思います。そのぐらいあの僕の中では変わらない。 北野たけしさんじゃなくて殿であると、うん、そういうの思ってますけどね。はい。でや、えー、ってたとこあの TBS の緑山ってとこで、えー、そこにあの城を作ったり友人の池を作ったり、えー、いろんな全部作りまして回って小間ねちからいろんなのつけキノコでポンから。だけども冬は寒いんですよ。すっごいもう本当。 に縛れるぐらいもう寒いで夏はまたもう言葉が適切じゃないけど本当にクソ暑いっていうカットしてくださいねもし枝本当に暑苦しいのだけどもそれをスタッフの人が一生懸命泥だらけになってやってる人の池には水溜めなきゃいけないそのためにちょっと誰か落ちてテストをしてみて大丈夫かとかいろいろやってそれを見てるとうーん寒さ暑さ文句は言えなかったけどまあ今日も分かっていただけますかこうって,ってあの下はこれあの清掃でこう。 長靴と言いますかね、まあ、おしゃれ長靴なんですけどこれ履いてこれですから、ええ、夏はあっきり言って暑いですで冬はこれなんかあんまりは切れませんからそれでこう声は耳当てとかこれないんでそれと台風が接近して雨が降ったりとかもうこの辺はもう痛快なりゆき番組ですご存知のタイトルは「痛快なりゆき番組風雲たけし城」ですからその辺のこの自然との戦いこれがやっぱり自分がそれに負けてしまうと。 出場者の人の本当に悪いじゃないですか、なん,かなんでもうみんなで本当に今でもいいんですかあのプレハブの中で一緒のお弁当を食べて、うん、なんか仲間意識でやっていくそれしかなかったですただ寒いのやっぱ寒いのが一番つらかったですかねはい。 それは一度もなかったです。あの逆に言いますとね、えー、出た人からもう何年経っても「僕はあのー、あれに出たんだけど覚えてる」とかいろんなことを言われましたから多分うるさいと言われたことはなかった気がするそれとこれ本当に説明しますけど番組は放送は大体1時間でしたスペシャルで1時間とか2時間あったけどでも撮影はご存知だと思いますけども,も朝の9時から夕方の日が落ち6時7時そしてまた1週起きまして次の週にカートセンとあったりするわけです 朝のの9時時から夜の7時までということは大体10時間食,食事時間を除いても、まあ、9時間8時間9時間の中一緒にいるわけですから皆さんはテレビでてて1時間だと思ってますから、ええ、それをこう持たしていくっていうことに携わってるわけだからそんなに、まあんまりこう皆さんからいろんなものは受けたことがないような気がしました。たたただ自分ははとととしてやったことの1つは絶対このの一つ絶対仲間たちと一緒にこの竹地を というか、えー、キャッスルをこあの攻略するんだっていう,う一緒の気持ちでいましたからあんまりそういうことはなかったです。で一時期は本当に自分がまあ辞めてから何年か経ってこの番組が終わって走ってたらいきなり車がトラックが寄ってくるんですよ。まあ、幅寄せって言うんですかねなん、まあ、だろうなと思ってふっと顔出したらダン,プダンプですよダンプがこんな大きな車から運転手が顔出して「隊長!」 僕もどっっかかででたんですよね俺あの武四郎出たんだよ覚えてるって言ったら覚えてないよとは言えませんよねまあいっぱい毎回100人以上の方が出て3年4年近くやってるわけですからでもうおーっつったらうれしそうな顔でドンけどガッきましてうわーと思ったんだけどあこうやって喜んでくれてる人がいるんだなとそれとから日本全国行ったりしたら板前さんがいたりとかいろんな人がいてそういう人から声をかけてもらった時にああこの番組俺やっててよかったなとこれを感じたえー 体調ショックでしたね龍、はいはい、神の池でちょっとは,はまってしまってそれは親子大会っていうかでもうしょうがないはまってしまった後に次に子供さんがチャレンジする時にその子供さんが落ちかかったんでもうその自分が体がもうになあの石になってちょっと渡してしまった時にあ結構やっぱり冷たいなと思ったんで。 これ冬は結構つらいなと思いました。それはまあ、えー、子ども大会ですから5月ぐらいだったんでまだそんなにあの冷たいあの辛さは感じなかったんですけど、やっぱりこれ冬あたり落ちたら、えー、辛いんだろうなとは思いました。はい、池には落ちました。もうこれを何回かあの他の番組でも聞かれたことあるんですね。でもこれあの今日も先ほどちょっと早めに帰って今プロデューサーのかつらもおりましたけどもこれだけは本当にね。 何もなくて本当に幸せそれは擦り傷ぐらいがありましたでも先ほどもちょっと僕言いましたけどスタントマンとそれからあの県有会の連中たちが必ずそのゲームをやる前に、えー、一応テストを何回もやるそして何回も言いますけど下が土である水であるこれだいぶ楽ですそれから一番僕はさっき言いましたジブラルタル大海峡がなぜ怖かったかと橋の上で落ちると下の網で拾ってましたこれはちょっと高さがあって夜暗いからうわーって落ちるときはちょっと怖さも あったと思います。でもおかげさまで怪我本当になかったというのはやっぱり皆さんとまあ今風で言うとそのゲームが始まる前にストレッチと言いますかそういうのかなりやりました。ゲームですか。はい。もう僕はもう何よりもカリりでもやっぱり自分が一回トライしたけどもジブラルタル海峡ですね。このやっぱりあのあの高さと橋を渡っていくあの球を避けながら行くこれだけ非常に好きでしたね。で自分の中であの ジブラタル海溝は好きだったんだけど竜神の池はやっぱり走ってる最中にねこれ落ちないってある程度分かってんのにねあれは、うん、悔しいからと思って人の見てない時でもやりか,かってぼっとこうは,もはまって誰も見てないなと思ったことあったんだけどもあの竜神の池走ってるというこの目線の揺れとあれなんだけどで自分で一番好きなのはジブラタル海溝です。<laughs> 絶対ね、もし出てほしいんだったらねビヨンセねシュワルツネッカシルベッサ・スタローンこの人たちは出てほしいね特にビヨンセさん不安なんですよ隊長のあの子分では駄目隊長のお手伝いでビヨンセなんかいいなとちょっとすいません反省してます ままだこんないいいのにねとと、えー、実は言うと思いましたそれから皆さんからも「何でやめるの?」って言われたんですけどもやっぱりあれだけの設備とあれだけの規模でやっていくと多分そんなに永遠にやっていけるわけじゃないからまあ本当に言いますともう少しやりたたかったと自分も40代の一番いい頃にやらしてもらったもんですからたけしさんもちょうどそのなる時2人ともそんな一番40になる 前ぐららいの時ですからねちょうど2人ともあった38かそのぐらいかなこうだから一番、えー、まあ手前味噌手前味噌って分かるか、なんかまあ油が乗り切ってこう、ね、男としてこう時にあれに出会わせてもらって、えー、もう少しやりたかったけどでも物事ってもう少しという満腹の前にやめたのも良かったのかな腹八分でちょうど。 だから逆に言うと今こういうイギリスから来ていただいた時になんかこういう格好してもなんか自分がもう一回なんかその時の気になって今日もずっとやってる間中なんかだんだん緑山にいるようなそういう雰囲気だんだんそこら辺だったのが良かったのかもしれません原八部だったから。 まああのやる気ではいますけども、えー、ちょっと腰のケアとかあちこちのケアをしなきゃいけないかもねそれは嘘ですけどもまあ,あのそれはそれであのいい時代の本当に80年代の後半の一番いい思い出としてやっぱりこれが残ってますからはいうん、まあ、スペシャルがあったんやりましょうはいえー、スタッフはもう。 もうプロデューサーもそうですし、えー、ディレクターなんかも他の職場に行ってますけども、えー、集まったりいろんなこともしております。それでこの自分の仲間としてはジョー・ミチルくんというのはあのその打ったりして、まあ、昔歌手だった彼なんかも大仲良しですし、えー、先ほどこの、えー「チャレンジ TV」の中でもあのチ,ャおあのチャンネル TV なんかでお話したんですけども殿、えー、とは、まあ、ゴルフやったりいろんなお付き合いあるしそしてまたあそこに出てました竹志軍団一人はだって昔宮崎県知事にもなった人もいるんですよ。 東国原知事は、えーまあ、その竹志軍団の連中なんかはもう日頃どっかの番組であってももういつも何隊長というだから何、ねねえー、ていうんですかねあれやめてからも富、えー、く君なんて元ボクシングのチャンピオンとかちゃんなんかもとかちゃんというこういうお付き合いするぐらい、えー、何人か本当にその後あの会ってもあの時の話を何ていうのかね なんだって表でやってましたから、もう寒さ、サツ全部あるんですよ。それを共にしてきたんで、スタッフとそれから共演者も、そしてまた出てくれた人もそうやって声をかけてもらうと、うーんこの言葉が適切かどうかわかんないんだけど、なんかファミリーのような感じがしたっていうそれなんでしょうね。はい。<music> そうですね。あの竹、ー、清って番組を見て、まああのー。 日本とイギリスはまだまだ遠いかもしれないけどもなんかみんながこうやって頑張ってやってるそれで若い人たちもそうなんだけどもそんなに世界の人たちでそんなに国が違ってもそう変わらないじゃないか心は一つなんじゃないかなと思ってるから、えー、まあみんなが楽しそうにやってるのに一緒に、まあ、巻き添え食ってってのはおかしいけどみんなものまり込まれてその波に乗ってくださいとビッグウェーブでという感じです。はい